熱意です。ちょっと何言ってるか分かんない。俺の面白いやつ俺の面白いやつだ。お互い言い合うのやめましょうよ。ここからはこちらの方に進行をお願いしましょう、はい、しどうぞ。あー嬉しい。ほっちゃん、チコちゃん、かわいい。チコちゃんです。こんにちは。熱意ですよね。たけしも熱意です。ちょっと何言ってるか分かんない。俺の面白いやつだ俺の面白いやつだ。お互い言い合うのやめましょうよ。じゃあさあ、はい、チコの熱い熱意もちゃんと成果に伝わるかしら。あ、おチコちゃん、はい、こっち大丈夫ですよ。あらららら、田口さん、はい、聖火リレー公式アンバサダーの田口亜希さんです。お願いします。お願いします。チコちゃんの熱意も、はい、きっと伝わりますよ。本当？はい、絶対伝わります。あの、うん、聖火リレーはですね、みんな の、うん、あの走る人だけでなく応援する人たちみんなの熱意を運ぶんですね、うん、ですので、うん、チコちゃんのきっと熱い思いも伝わってですね、それが聖火リレーを盛り上げることになると思います。素晴らしいわ、はい、みんなも ね応援しましょうね、聖火ランナーをね、はい、うん、聖火と一緒に日本中を熱くするわよ。さとみちゃんもさんとウィッチマンも、はい、パラリンピックの知識はもうバッチリみたいね。いや、それはもうバッチリです。大丈夫ですよ、はい、当たり前じゃないです。じゃあ、はい、3人に聞きますよ。さとみちゃん、ミキヨ、たけし、パラリンピックのパラって何？あ、え、お、パラ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 ね。実は、おととい、チコちゃんに叱られるの放送で取り上げた問題なのよ。見てくれてたら答えがわかるはずなんだけど。会場の皆さん、放送を見てくれた人、手を挙げてください。いっぱいいる。あらみんな、ありがとう。チコ嬉しいわ。では、番組を見てたはずのサンドイッチマン、お答えください。パラリンピックのパラですよね。パラダイス。あパラパラ漫画じゃないですか。パラパラ漫画とパラダイス、うんうんうん、バーン入ってんじゃねえ。そんなね、ラリー戦みたいな感じじゃないの、みんな真剣勝負してんだから。はい、そうでしょ。そうです、確かに、はい、じゃあさとみちゃん、わかる？どうしよう、これチコちゃんのすごい好きで。叱られて、叱られて、はいはいはい、サトミちゃん、どうしようの時点で知らないってことで、はい、ん、何だと思う？パラリンピックのパラ、叱られて、叱られたいんでしょ。パラ、パラシュート皆様の心に舞い降りますってか。お前パラシュート、バーン入ってんじゃない。嬉しい。叱られた。まあ、ちょっと多少面白い答えではありましたが、すいません、違いました。はい、違うか。はい、じゃあ行きますよ、はい、パラリンピックのパラは、はい、パラプレジアのパラ。ほう、知らないでしょう。知らなかったですね。パラプ
レジア。パラプレジアもわかんないでしょ。パラプレジアって、うん、パラプレジアは下半身麻痺という意味で、下半身麻痺の車椅子の方が参加する大会から始まった。そして1964年、前回の東京オリンピックの時にパラリンピックっていう愛称がついたんだって。はい、それが2020年、再び東京に戻ってくるのよ。とっても感慨深いわよね。確かに、なるほど。今ではね、騒音とかね、平行とかね、うん、そういうね、パラの意味が込められているのよ。なるほどね。お分かりいただけましたか、ドラミちゃん。はい、わかりました。勉強になりました。勉強になりました。はい、ドラミちゃんって言ったんだから、ミキオが反応しないで。あ、ドラミちゃんって言ったんですか。ドラミちゃんじゃありません。サンドイッチマンですから。最初のあのドラミちゃんのボケで15分押してんだから。そんなに押してないでしょ。そんなに押さないでしょ、15分。あと、国枝さんとかゆいちゃんは、もちろん知ってたでしょ。パラアスリートだから。僕は先日の放送で知りました。あ、素晴らしい。マジですか。見てたんですね、ちゃんとね。ゆいちゃん知らなかった。知ってました。知ってた。やっぱりさすがね。